見えざるゆえに戦慄する。神の見えざる手を持っているのはこの私、ゼーマン田中義彦なんだよ。こんちゃん、今日は進化自然冥府ネクロを使っていくんやけども、新しく追加されたバトルキョンシーガールによって、まあ進化すると、まあ自分の墓場をプラス4すると、非常にこうネクロマンスというものを貯めやすくなったことによって、こう冥界神ハデスという能力、墓地を30枚以上貯めるというものがすごいこうやりやすくなったと。でバトルキョンシーガールに関しては進化をすることができるので、そのバトルキョンシーガールからバトルキョンシーガールを復活させるとバトルキョンシーガールが進化してくれたりするから、まあ進化をすごい、することができるんよね。なのでゼウスを2枚採用して、ヤブンハールとかフニカルも採用して、進化のゼウスの勝ち筋と、それからまあハデスで冥府で決めていく勝ち方、それからルベルプラス、トートで勝っていく勝ち方、合計3通りの勝ち方があるということで、まあ今までの自然ネクロマンサーと違って、まあトートとこうルベルの能力で勝つというのではなくて、ハデスとかゼウス、その2パターンの方向性までも備えたっていうことができる。それがまあバトルキョンシーガールが追加されたことによって、このシナジー効果というものが全てのデッキに、恩恵を与えていくと。まあデッキの構築もよくこの、まあ、40枚というカードの、まあ、規模の中で、まあ、これだけのまあ勝ち筋を秘めたカードを詰め込むことができたなというのが驚きなんやけども、まあ結構強いんですよね今。まあ特にロイヤルとかに遭遇するともう盤面すべてを除去しながら冥府で一掃することができるから、しかもルベルに関してもねしっかり5コスめっちゃ強い動きもできるから、盤面取りつつハデスで倒していく、それができるのがこの新しくなった新型のね、冥府ネクロだとめちゃくちゃ強いので、まあ、気になった方はね、ちょっと作ってみたらいいのかなと思います。はーい、勝ちました。さあ、ネメシスに遭遇していく。まあ、新しく追加された多分ネメシスレジェンドを使ってくると思うんやけども。背中のコブは天使の翼。ネクロマンサールベルに関しては、まあこのデッキ自然とねハデスを採用してるんやけども、ちょっと声ガラガラでねちょっとやばいんやけど、ちょっと声ガラガラやからちょっとお茶飲むか。あー、さあオートメーション使っていく。マグナ小坂氏だ。まずは1点目、背中のコブは天使の翼。ちょっと自分風邪ひいたんかな、ちょっと本当に喉の調子があまり良くないんやけど。さあキャットガンナー展開していく。甘えるなよ、私に勝てるという2文字があるのならばな。終わりにしようじゃないか。さあワンダーコックでドローソースを回収していく。でこれ母なる君も入ってるからね、自然ネクロと思いきや、ハデスを採用してるというこの面白さ。マグナジャイアント使っていく。私の世界を壊れてしまえ。ただここに関してはさすがにヤブンハールを展開したが強さやね。まあ荒野行動の休息に関しては、多分相手がジオテトを使ってくると思うんで、まあそのダメージというものを回復に、まあ、当てていく感じ使えたよね。演算加速能力向上、ワンチャン22立てて処理する。あー小坂氏だ。能力向上小坂氏だ。だが私にはネクロループルベルというカードがあるんだよ。墓地を増やしながらナテラも稼ぎながらハデスも次のターン出せるようなね、しっかりとしたプレーンをしていくわけだ。しかもナテラの退場を呼ぶことによって、墓地を1枚ね増やしながら、ナテラの退場を稼ぐというメリットも与えていくと。こんなにも最強のカードがあるのに私に負けるだと、私に負けるという2文字はないのだよ、私が勝つという未来もないがな。さあモデ小坂氏だ。これモデスと進化していく。5-6で上から取る感じか。だがもう1枚目のルベルがあることを忘れるなかれだな。まあ、横展開してきた時に冥府は打てばいいから、まだ打つ必要性っていうのはなさそうな気はする。面白いものを見せてあげるよ。だからルベル出すとな、盤面が埋まってしまうというデメリットがあるのか。であればまあ
はまあでも歯でどうやってもどちらにせよ次のターンになるから、ただ横展開ねめっちゃしてくると思うよね。まあルベルはでも一番最終まで取っとくか、どちらにせよ。モタラさんだまあこれさえ貼ってしまえば私に負けるという2文字はないからね。まあソウルコアとかもうまく使っていきたいところではあるが、母なる君が進化ねそのすることでソウルコアの相性もつなげることができるからね。いや甘えた行動、うお甘えた行動するなよタコまんじゅうがよ。ここに関しては、ネクロループはまだ取っときたいカードなんで、深淵の表意、あーでもね、まあループもありなんやけどな、ぶっちゃけ。もうループ行くか。世は真の中、霊力の中にある。あーいー。まずは1点目。もうナテラの退場めちゃくちゃ回していきながら、もうほほーわっは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 これ、あえて盤面処理するのすらめんどくさいというか、かなりきついような気はするよね。もう、冥府、置きまくってね、私が勝つという未来を与えようじゃないか。しかも、母なる君に関しても次のターン起動できそうやから、まあ、ゆっくりと戦っていくという2文字に過ぎないと。ただ、その、メイシアが怖いから、メイシアが来る10ターン目までには、決着をつけなければいけないという感じ。ただ、アーティファクトネメシスにメイシアが入ってるかどうかやね、入れる枠が結構、難しいっていうのがあるからね。さあアナライズアーティファクトを展開しながら、まあ21処理していく。あいーさあバフの効果を得ていく。46処理するのは進化を使わない、厳しいが進化使うと相手結構きついよあーおおなかなかやるじゃないか、私のこの盤面を突破しようというのか。ただどちらにせよね、すべてのアーティファクトを吸収できるだけのね、このね、ネクロマンサーにはその実現の終止符を持っているので、小賢しい、おっは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 文明降臨、マグナジャイアント、甘えるなよ。私にその程度の実力が通じるとでも思っているのか。ソウルコアも置きたいところではあるよね。まあでもここに関しては母なる君とかも強そうな気はするな。でも正直もう冥府行ってみたいなこともありやな、終盤を考えるとね。もう行くか、モタラさん。あいもうバンバン使っていくよ。まあこれは一番このターン次のターン使えばいいかどちらにせよこのナタラに囲まれた冥府への道の猛力によれば貴様は負けるんだ。さあメカニカルガンナどんな盤面を作ろうがメイフで返せるし、でメイシャのターンに母なる君を起動すればいいだけの話なんでね。だから相手が9ターン目になった時に母なる君を展開するという2文字を成立かどんな盤面を築こうがメイフの前では無力なんだよ。あいおーでも4は強い。おーなかなかやるじゃないか、面白い能力を持っているね。だが私に勝てるという2文字はないと言っているだろ。まずは1点目、これから入るべきやね。あーいーていうかワン、おー金玉拾っていくのでかいな。これこのソウルコアで28か、荒野の案内人でも1枚は足りない感じにはなりそうやね。まあ次のターンに行くか。私の世界は壊れてしまえ、甘えるなよ、私に勝てるわけがないんだ、おらでしっかり処理していきたいので、ここに関してもしっかりと処理していきながら最後の進化権をこういう形で切るの悪くなさそうやね。まあどちらにせよ、次のターンに母なる君というものが進化されて、まあ、メイクも発動することができるんで、私にね負けるという筋はないんだよ私の世界を壊れてしまえ、そして次のターンにソウルコアを見せてあげるからね終わりにしようじゃないか。ただまあ相手も盤面を一生懸命、まあ46ドー甘いんだよ。だからここで死後を置くことによって私は完全体のね、能力を得ることができるんだよ。面白いものをじゃあ見せてあげるよ。私の世界を壊れてしまえ、まずは1点目。あ、これ破壊されないのか。まずやらかした。
あーもうだから言ったんけ、これ破壊されないんや、これやらかした。でも死後を置くというメリットあんのか一応。まあでも46の死後を立てるという利点はあるのか。いやーちょっとやらかしたな、こういうとこだよ、こういうとこ、やらかしてしまったぜ。あーまあわざとやってんだけどな。あーまあちょっと手加減しないで面白くないやろ。まあちょっと言い訳はさておいて、いややらかしたなこれちょっと。まあこれで負けるとすごい恥ずかしいことになるけども、まあ今のネメシスにブライトシューターこさ、おおアンシャンと、だがリーサルはないからね。マーキリーイージェスシオンか、なかなか面白いことしてくるね。だがな、甘える、おお甘えるなよ、俺が負けると誰が決めたソウルコアを使うことによって、まずは1点目、まずは2点目、背中のコブは天使の翼だ。私に勝てるという2文字は与えないのだよ。ほら能力によるダメージは破壊されるからね。あいまあ失踪で6点のダメージを与えることは不可能、そしてアブソリュートの効果もまあ足りないからね。あいあーいややっぱ冥府のデッキというものはいかの時代になっても強いね。ぬるい恥を知る。